ウィリアムス・チュークリーは、イギリスの医師、牧師、考古家、ストーンヘンジやエーブベリーといった、戦士時代の遺跡の考古学的調査を先駆けた。古代の遺跡を自ら訪れ調べたことで、おそらく考古学の訓練をした初期の先駆者として、最も重要であると言われている。国教会での地位を、ドルイドの考えへの興味と結びつけ、フリーメイソンにも、盛んに参加した。 チャールズ・バートラムの偽書ディスクリプション・オブ・ブリテンをイギリスの歴史学者の間に拡散させてしまったことでも知られる。アイザック・ニュートンの友人の一人であり、ニュートンの初期の電気作家の一人である。リンカンシャー州のホルビーチで弁護士の子供として生まれた。記事は現在、スチュークリー・ホールという彼の名前のついた小学校がある。 ケンブリッジのコーパスクリニティカレッジで医学学士を取得した後、ロンドンへ行き、聖トマス大学で医学の勉強をした。1710年にリンカンシャーのボストンで開業し、友人のモーリス・ジョンソン2世が設立したスポルディング・ジェントルマンズ・ソサイティの会員となった。1717 17年にロンドンに戻った。同年、王立協会のフェローとなり、1718年に ロンドン高校協会の設立に参加し、9年間に渡り、幹事を務めた。1719年に医学博士を取得し、1720年に英国医師会のフェローとなり、同年古典文学への最初の貢献を出版した。スチュークリーは上流階級の人物がグランドマスターに認じられて、上流階級にフリーメイソンが人気となった時に、 最初に入会した知識人の一人であった。1721年6月6日の日記や書評には、私は有名なダイビングエンジンを作ったローキャプテンのコリンズとタビストックストリートのサルテーションタブでフリーメイソンになったとある。同じところで彼は長い歴史の中でロンドンでそうなった最初の人であると言っている。儀式を実行するのに十分なメンバーを見つけることは、 非常に困難であり、その直後にフリーメイソンは逃げ出し、そのメンバーの愚かさに息を吐き出した。彼の日記や書評は新しくなった、グランドロッチの題材に関する最初期の情報源の一つである。1722年8月のストーンヘンジの内観、スチュークリーの主要な業績であるストーンヘンジと、エイブベリーの成功な記述は1740年と1743年に、 ある。これらは多元的な不変子の最初のものであると考えられている。また、古代の拡張性の宗教が人類のそもそもの宗教であると提唱した。これはその後偶像崇拝の考えが出ると衰退した。ドルイドと初期のクリスチャンはこの宗教の例だと信じていた。彼はアーチドルイドとして知られるようになったドルイドの遺骨と考えられていたものを豊富に書いた。 スチュークリーのストーンヘンジに関する業績は、これの年代を特定しようとする最初のもののうちの一つである。有名な天文学者のエドモンド・ハレーと協力し、ハレーはストーンヘンジを建てた人々は、地磁気について知っており、これをの北磁局の方向に合わせているということを提唱した。北極事情の変動に関する不完全では、あるデータを使用し、規則的なパターンで振動したということを推定した。 今日では、北磁局は不規則にさまよっていることが知られている。ツチュークリーは、ストーンヘンジが、紀元前460年に完成したと推定し、現在考えられている年代より、数千年新しい推定をした。ツチュークリーが描いた、この1722年のキッズコティーハウスの展望図のような図は、今破壊されてしまった遺跡の様々な情報を、提供してくれる。 1729年に除海式に出席し、イングランドの教会の主催になった。彼はリンカンシャー州でスタンフォードの全成人教会の教区を含む二つの生き方を続けていた。この教区で彼は町の失われたエレノークロスを中心にかなりの量のさらなる研究を行った。1742年にハートフォードシャー、 ロイストンのロイストン警部を訪れ、1年後に、ペイリアーグロフィア・ブリタニカ・オア・ディスコーセス・オン・アンティキティス、イン・ブリテンの、第1巻オリジンのロイストンに2位、オアン・アカウント・オブ・ザ・オートリオブ・レディ・ロイシア、フーンドリス・オブ・ロイストンディスカバード・イン・ロイストン・イン・オーガスト1742を出版した。チャールズ・パーキン牧師の反応を追って続編である、第2巻ディフェンス・オブ・レディ・デビア、 フーンドリス・オブ・ロイストン、アゲンスト・ザ・カラムニー・オブ・ミスター・パーキン、レクター・オブ・オックス・バー・ウェア・イン・ヒズ・プリテンディドで出した答えは完全に論爆された。前者の意見はさらに確認され説明された。追加されることが多いが、多くの骨董品は古代において重要である。1746年、1646年のチャールズ一世のオックスフォードから、 ニューアークのスコットランドキャンプへの旅を非常に丁寧に説明した。その後、1747年ロンドンのブルームスベリーの教区クイーンスクウェアの正常時殉教者の教区牧師に任命された。そこにいる間、チャールズ・バートラムと連絡を続け、100年以上にわたるローマ・ブリテンの主要な情報源としての英国の虚偽の説明を最終的には受け入れた。 スチュークリーによるグロスター、ブラックフライヤーズの1721年の景観、アイザック・ニュートンと友人であり、1752年には解雇録も書いている。これは、ニュートンの重力理論の定式化にインスピレーションを与えた落ちるリンゴの物語の最初期のソースの一つである。脳卒中を起こした後、教区牧師の住居で1765年3月3日で死去した。 生前を訪れて休息地として選んだイーストハムの聖マリア・マグダレン教会にボヒなしに埋められた。長い間、ブレイズノーズ教会と呼ばれた文学・歴史組織がスタンフォードスクールで栄えた。ここは彼の父や兄弟が関係しており、スチュークリーがスタンフォードの全聖人教会の教区牧師の時に設立した名門の教会に名前をちなんでいる。 ロンドンのコベントガーデンにあるハイホルボーンやドルリー、レーン交差点の近くの通りの名前は彼にちなんでいる。アトリビューション。ありがとうございます。